はい、皆さんこんにちは、しなたんです。と今回は韓国で購入したものをちょっとなんですけどご紹介したいと思います。ではレッツゴー。はい、というわけで私が韓国旅行に行った時に購入したものを紹介していきます。ではまず洋服から紹介していきます。まず一つ目がじゃん、こちらの紫のトップスです。これはですね、長袖になっていて、袖のところがなんていうんだろう、フリフリっぽくなっています。あと首元もこんな感じでフリフリした感じのトップスになってます。で、結構ね、薄い素材でちょっとね、ニットっぽいんですけど、まあそんなにゴワゴワしたニットではないので春先とかすごく着れそうだし、今年は何よりもパープルがすごい流行っているので、ちょっと今回パープルを韓国で買ってきました。で、これは5000ウォン、日本円にして500円ぐらいで購入しました。で、2つ目がじゃん、こちらの T シャツです。これは緑のね、 T シャツになっているんですけど、普通の半袖の T シャツです。で、これともう1つセットで買ったやつがあるんです。これもね、またまた T シャツなんですけど、この2つで1万ウォン、日本円で1000円ぐらい。だから1枚500円ぐらいでゲットできました。まあ、こっちのね、T シャツはちょっと分厚めな感じの T シャツになっていて、結構ゆったりした感じの T シャツになっているんですけど、なんか結構食べ物系の英語書いてあるんですけど、すごい可愛いしシンプルで使い回せるので、最近結構ね、この T シャツよく着てます。こっちの緑の T シャツの方はちょっと薄めで、結構ピタッとした感じの T シャツになっています。夏とかにね、これにショーパンとか履いてもすごい可愛いなと思って。最近私緑が本当に好きでハマっているので、今回ね、緑の T シャツを購入してみました。こんな感じで洋服は以上になります。続いてコスメが2つあるんですけど、1つ目がじゃん、こちらの 3C のリップです。この感じのリップになっていて、これ日本でも多分売ってると思うんですけど、ちなみに今私つけているんですけど220番を購入しました。で、まずもパッケージがめちゃめちゃ可愛いっていうのと、色味もすごく可愛くて、私こういうオレンジブラウン系の色味すごく好きなので、ドタイプな色で購入してしまいました。ツヤとかは一切ないマットな感じらしいんですけど、日本で買うと1600円ぐらいかな、そんぐらい多分すると思うんですけど、私は韓国のオリーブヤングっていうところで1400円ぐらいでゲットできました。なんか 20% オフになっていたので1400円ぐらいで、だいたい日本円で1400円ぐらいで購入しました。本当にね、可愛い色味だし、しかもマットっていうのが私結構好きなので、ちょっとこれは最近ね、気に入ってよくつけています。で、ラストがこちらです。クリオって読むんですかね、これ CLIO っていうブランドのマットのアイシャドウとメタリックのアイシャドウが入ったアイシャドウパレットを購入しました。パッケージはこんな感じで、ちょっとなんかメタリックな感じになっています。で、開けるとじゃーん、こんな感じですっごい色味もね、めちゃめちゃ可愛いんですよね。なんかオレンジ系かな、オレンジブラウン系のアイシャドウがずらーっと入っています。ブラシもちゃんと入っています。で、こっち側がマットなアイシャドウになっていて、こっちがね、メタリックなラメがたくさんゴロゴロ入ったアイシャドウになっています。ちょっと腕に出してみます。はい、腕に出してみるとこんな感じです。もうね、すっごい発色がいいんですよね、とりあえず。で、このラメがね、めちゃめちゃ綺麗で、あの、テスターが置いてあったんですけど、それでね、手に取ってみた時にすんごい綺麗だなと思って購入しました。どれもね、すごい可愛い色味ですよね。ベースがブラウン系のアイシャドウになっているので、すごい使いやすいし、このラメとかがすんごい可愛くて、これをね、まぶたに塗るだけで結構目元が華やかになる気がするので購入しました。これがいくらかちょっとね、はっきりとは覚えてないんですけど、確か2000円ぐらいだったかな、いや、買えたと思います。元が3000円とかしたのかな、そんぐらいだったんですけど、これもね、あのオリーブヤングで買ったんですけど、これも値引きされていて、確か2000円ぐらいだったと思います。はい、そのぐらいでゲットできました。これはね、まだ使ってないんですけど、これからちょっとたくさん愛用していこうかなと思います。またこれを使ったメイク動画とかも上げていこうかなと思ってるので、ぜひ楽しみにしていてください。はい、こんな感じで韓国のね、購入品を紹介してみたんですけど、私もうちょっと韓国でね、あのたくさん買う予定ではいたんですけど、意外とそんなになんかしっくりくるものがなかったっていうか、なんかあんまりこれだっていうのがなくて、今回この5つを購入してきたんですけど、量はね、少ないんですけど、一つ一つがめちゃめちゃ気に入ってるので、自分的には大満足な旅行ができたかなと思います。はい、というわけで少しでも参考になれば嬉しいなと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録お待ちしております。では、バイバーイ。